はい、皆さんおはようございました。こんばんは、キロマッキーです。はい、というわけで仕事終わりなんですが、今回はですね、サウナ錦糸町、こちらに行きたいなと思います。はい、こちらがですね、もうね、有名なサウナ施設なんで知ってる方多いかと思うんですけれども、120度の熱々サウナでね、有名なサウナ施設なんですけれども、今日ですね、仕事の休憩中にインスタを見ていたらですね、男性サウナがリニューアルされるっていう情報がね、目に入ってきまして、これは気になるなということでね、今回はサウナ錦糸町に行ってみたいなと思います。前回行ったのがもう 3,4 年前とかになると思うので、めちゃくちゃ久しぶりなんですよ。かなりね、レトロな雰囲気漂うサウナだったという記憶がありますね。で、もうどんな感じに生まれ変わったのか、めちゃめちゃ気になりますね。それでは早速行きましょう。はい、というわけで押し上げに来ました。もうだいぶね、涼しくなってきたので、夜風に当たりながらね、散歩しつつ向かいたいなと思います。はい、で、サウナ錦糸町はですね、まあ、いろいろあってネットで大炎上した過去がありまして、わからない方はネットで調べてもらえばね、出てくるかとは思うんですけれども、まあその影響もあって僕もね、もうだいぶ足を運んでなかったんですけれども、その炎上前に僕は何回か利用させていただいて、動画もね、上げてるんですよ。サウナ錦糸町の屋上にサウナガーデンっていう、まあ、アウトドアサウナっていうか屋上サウナがあって、そこをね、一人で利用したこともあったんですよね。で、もうそれ以来なんでね、本当に久々ですね。ちょっとどんな感じなのか本当楽しみなんですよね。そのサウナガーデンもリニューアルしたらしいんですよ。ルーフサウナ錦糸町っていう名前だったかな、に生まれ変わってるらしいんですよね。で、今回はね、まあ利用はできないんですが、今度ね、仲間内とかでね、なんかバーベキューもできるみたいな、サウナ入ってバーベキューもできちゃうみたいな感じみたいなので、まあちょっとね、利用してみたいなと思っております。まずはサウナ錦糸町のこの浴場のサウナ、楽しみですね。はい、というわけで到着しました、サウナ錦糸町。外観は変わりないかな、灼熱サウナ。リアルサウナ錦糸町。さあ、行きますか。サウナ錦糸町、ありがとう。はい、というわけでサウナ錦糸町行ってきました。いや、めちゃくちゃ変わってました。驚きましたね。というわけで、サウナのお話していこうと思います。もうね、とにかくピッカピカになってました。新品のサウナ、めちゃくちゃ居心地が良かったです。ピッカピカになっただけではなくてですね、席も増設されていまして、このメインのサウナストーブが真ん中にあって、その両サイドに、まあ、座席があるっていう感じなんですよ。で、リニューアル前までは、まあ、その空間だけだったんですけど、この入り口入って、この左側がもう壁がぶち抜かれていて、そこから、もうなんていうんだろう、第二空間ができてるみたいな感じなんですよね。で、そこにもサウナストーブがもう一個置かれているっていう感じなんですよ。なので、まあ、簡単に言うと、サウナ室の中に2部屋あるみたいな、そんな感じになってましたね。いや、サウナ室の構造は本当に珍しいなと思いましたね。驚きました。というわけでちょっと歩き疲れたんで、ベンチに座ります。はい、このサウナ室のもう席が増設されて、もう珍しい形になっているよっていうところで、で、室温もですね、相変わらず暑いんですよ。ただ室温ね、110度くらいだったと思いますね。120は行ってなかったんですよ。というのもですね、なんかこのサウナ入ってる時にスタッフさんもいたみたいで、常連さんとね、お話をしていたのを、まあ、聞いてたんですけど、メインのサウナストーブはもちろん稼働してるんですが、もう一つこの第二部屋の方のサウナストーブは稼働していなかったっぽかったんですよね。意図的に稼働はさせていなかったみたいなんですよ。それでまだ温度が上がりきっていなかったっぽくて、まあ、110度くらい、まあ、それでも110度あったんで、めちゃくちゃ暑かったですけどね。まあ、このリニューアルして、まあ、試運転みたいな感じで今いろいろ試している最中っていうところなんですかね。なので、まあ、それでもね、110は本当に暑くて、僕はもうちょうど
どいいぐらいのね暑さだったんで良かったんですけど、これ本当サウナストーブ2台稼働したらもうとんでもない暑さになるんじゃないかっていうね、そんな感じでしたね。あとはですね、特に変わったところはなかったと思いますね。テレビの位置も以前と変わらないと思います。いやもうあのテレビがね絶妙なところにあってね、もう座るところによっては絶対見えないんですよ。その反対にもうゼロ距離でねもうテレビ見てる人もいたりしてね、いやあのテレビの位置はね変わらなかったと思います。あのめっちゃ広い気持ちいい水風呂も健在でしたし、あとは脱衣所に出て階段上がったところにあるジムと整いデッキ、こちらも変わらずありましたので、いやなんかねめちゃめちゃエモいこの懐かしい気持ちになりましたね。はい、というわけで今回はサウナ錦糸町のリニューアルした男性サウナに行ってきました。とにかくピッカピカで熱々のサウナに仕上がっていたので、皆さんぜひ足を運んでみてください。はい、というわけで今回はこの辺で終わりたいなと思います。僕は様々なサウナ施設を巡っております。チャンネル登録いいねいただけると嬉しいです。 X インスタグラムのフォローもよろしくお願いいたします。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。はい、おまけです。飯食いに行きましょう。食った食った。さて明日も仕事頑張っていくか。おやすみなさーい。